はい、どうも、ゴートさんです。やってきましたね。海賊サイスゴフェスということで、まあ、4回目が1個で探せるのと、5回目が酒場確定ということなので、まあ、今回ね、もう、黒ひげとエネルの、まあ、超すごいやつも持ってるので、まあ、ここのね、5回目の、まあ、最後の確定枠でね、狙うと、ちょっと通知来ちゃいましたね。1回通知消しましょう。で、道中、あれ消したのに、消しても来るのか。で、星4では出ないので、星5のスモーカーが 1.06 か、まあ 1% と。で、ドレークとホーキンス、あれあれれれちょっと待って、1体いねえぞ。新キャラ持ってないんで狙いたかったんですけど、いないっすね、アップいねえな。まあ、ドレイクとアップ持ってないので、まあ、ドレイクが出たらラッキー。まあ、ドレイクの方が確率低いのか。ただ、スモーカーとドレイク合わせて 2% ぐらいあるので、まあまあ、50連すれば、どっちか道中で出るかもしれないということでね。まあ、それ以外は、本当アップいないんだ。マジか。まあ、しょうがない。まあ、これはね、多分、ラインナップ変わんないので、で、33% と。まあ、3分の1で55連目で出ると。で、石はね、それなりにあるんですけども、今回は本当5セットしか、絶対5セットしか引かないという形でいこうと思います。でもこれちょっと最後にあるの間違いそうなんだよね。さあ、じゃあ行きましょうか。まずは30個で引けるということですね。じゃあ行きましょう。お願いします。まあ、黒ひげとかね、本当ここで引きたい人も多いよ。来るんだ。はい、赤紙1枚目お願いします。誰かな、まあ、10体ちょっとピックアップしてるのあんま気にしてないんですけど、さあ誰、古いなこれは。さあ止まれ道中。おお、ワノ国のローも意外とね、海賊サイスゴフェス限定キャラもそれなりに来てくれるかなと思いますけど、まああんまりね来てくれても海賊サイスゴフェスは、スゴフェスの限定キャラはちょっと重ねづらいところもありますし、さあさあ、まあサポート上げるぐらいしかないですからね。さあ20連目止まって、うわでもすげえな、アップ出ねえしな。さあ、いやーこれぐらいで終わらしたかったけど、まあまあでもあとね100個で101個で、5回目まで回せるので行きましょう。いやーどうかな、200個これで使っちゃうって考えるとなかなかうーんってブルーな気持ちにもなりますけどね。いやー新キャラ一体に対する、おーおー、すげえ派手な、でかいのがいっぱい来ましたね。さあここは誰、さあ新しい目、ちょっと待って、いや海賊祭ね、上がってるやつを狙いたいんですけど。さあ、ここが、これが1個で探せてるんですね。まあ、ここはおまけみたいなもん。ここで来ちゃえば、それはそれで嬉しいですけど。おお、赤髪来た。さあ、石1個で誰が、おお。そっか、赤髪は嬉しいですけどね。さあ、止まれ。ここは誰、おお、赤いの、これはちょっと嬉しい。さあ、止まんねえか。さあ、ここは、おお、新カゴ。マジか。いや、ありがとうございます。これは、まあまあ、嬉しい方ですね。さあさあさあ、今まで持ってなかったおそばマスクも2体来たのかな。はい。じゃあもうここで3分の1引ければ勝ち。引けなければ、まあまあ、もうしょうがないですね。これで十分でしょう。行きましょう。5セット目。お願いします。道中で止まっても、いいんですけど、道中で止まったりしないかな。おお、また赤が見きそうな。ちょっとこれ、道中で来てよ。来ないと。おお、来た。よかった。酒場確定で赤髪は今回はね、嬉しいですけど、ちょっと必要ないので。あ、止まった！これ、ぬか喜び。しかも降る。さあさあさあ。うわ、止まんないか。うお、マジか。新カゴの黒ひげ。みたいも。さあ、もうここ。これ、煙、スモーカー。よし！
マジック3分の1。ありがとうございます。まあ 1% あるんでね、道中で来てもおかしくないような確率ですけど、いやいやいや、ありがたい。いや、本当にね、当てんの難しいので、もう、いやー、よかった。いやー、ありがとうございます。200?181個かな ?181 個とかで引けたってことかな。でもまあそれでもね、1万円ぐらいか、まあ、安くはないですけど、まああとはね、周年に向けて楽しんでいこうと思います。まあちょっとね、これを参考にまた、まあそれなりにね、海賊祭限定のキャラもいっぱい来ますし、地属性だけですからね。いやー、でもちょっとドレーク引けなかったのは、ドレークとアップが相変わらずいないですけど、まあ前回ね、ちょっと神引きできてるので、まあ、最近はいい形で揃ってきてますけど、まあ、周年でちょっとそれの戻しが来ないか怖いですけど、まあ、ご視聴ありがとうございました。